国内賞金女王。今年はルーキーの活躍が著しく、賞金女王争いも激戦区となっています。今日は10月現在の獲得賞金ランキングをご紹介。皆さんは誰が賞金女王になると思いますか？ぜひコメント欄で教えてください。それでは早速ランキングに行ってみましょう。第10位、アナイララ、7,129,575円。アナイは1987年11月11日生まれの35歳で、プロの中でもベテランである。そんなアナイの2023年シーズン獲得賞金は7,129,575円で、国内賞金ランキングは10位。今シーズン29戦に出場し、すでに2勝を挙げている。アナイの武器は何といってもあの豪快なドライバー。35歳のベテランでありながらも平均飛距離はなんと260ヤード。この平均飛距離は試合での平均飛距離なので、コントロールしながらこの数値を出せるというのは驚きですね。第9位、菊池絵理香、7,110万3,650円。菊池は1988年7月12日生まれの35歳で、内と同じくプロの中ではベテランである。そんな菊池の2023年シーズンの獲得賞金は7,110万3,650円で、国内賞金ランキングは9位。今シーズンは28戦に出場し、勝利数は1勝となっている。菊池はティーチングプロである父の影響で、14歳から本格的にゴルフを始めた。菊池は2度目のプロテスト受験でプロに合格したが、プロ入り後はなかなか勝てない日々が続いた。しかしプロ8年目でようやく優勝を手にし、今現在では賞金ランキング10位以内に入ることが非常に多くなってきた。第8位、神谷そら、7,274万6,250円。神谷は2003年4月18日生まれの20歳で、アマチュア時代から飛ばし屋として知られていた。そんな神谷の2023年シーズンの獲得賞金は7,274万6,250円で、国内賞金ランキングは8位。今シーズンは29戦に出場し、勝利数は2勝となっている。神谷の武器はドライバーで、平均飛距離はなんと260ヤードを誇る。2022年にプロになったばかりなのに、すでに国内賞金ランキング上位につけているというのは、その実力がうかがえる。168センチから繰り出されるドライバーショットに注目が集まる。第7位、吉田優利、7,900万2,453円。吉田は2000年4月17日生まれの23歳で、その美貌から男性ファンも非常に多い。そんな吉田の2023年シーズンの獲得賞金は7,900万2,453円で、国内賞金ランキングは7位。今シーズンは28戦に出場し、勝利数は1勝となっている。実際でゴルフを始め、高校1年生の頃ナショナルチーム入りを果たした。同学年の古江彩佳や安田優香と共に活躍し、その年には日本女子アマ、日本ジュニアを制してアマ2冠を達成した。リカバリーが非常に得意で、国内のスタッツランキングでのリカバリー率はトップに位置している。第6位、桜井心那、8,590万8,375円。桜井は2004年2月13日生まれの19歳で、なんとベストスコアは65としている。そんな桜井の2023年シーズンの獲得賞金は8,590万8,375円で、国内賞金ランキングは6位。今シーズンは29戦に出場し、勝利数は3勝となっている。2021年に18歳の若さでプロ入りを果たした桜井は、2022年シーズンのステップアップツアーでは5勝を挙げた。さらに今シーズンでもすでに3勝を挙げており、プロ入り後は順風満帆な成績を出し続けている。まだ未成年なのに大躍進しているので、今後の成績にも期待がかかりますね。第5位、岩井千怜、9,759万5,733円。岩井千怜は2002年7月5日生まれの21歳で、姉の明愛と共に Y ツインズと呼ばれている。そんな岩井の2023年シーズンの獲得賞金は9,759万5,733円で、国内賞金ランキングは5位。今シーズンは26戦に出場し、勝利数は2勝となっている。埼玉県生まれの岩井はゴルフ強豪校で知られる埼玉栄高校に進学し、姉の明愛と共に埼玉栄のゴルフ部を引っ張ってきた。双子のため見分けがつかないと言われているが、見分け方は髪の長さを見ると分かりやすい。妹の千里は髪の毛が長くお団子ヘアにしているのに対し、姉の明愛はショートカットにしている。第4位、小祝さくら、1,233万3,295円。小祝は1998年4月15日生まれの25歳で、国内通算9勝を誇る若手の期待の星だ。そんな小祝の2023年シーズンの獲得賞金は1,233万3,295円で、国内賞金ランキングは4位。今シーズンは30戦に出場し、
勝利数は1勝となっている。勝利数は1勝とランキング上位陣と比べると少ないものの、2位の入賞は4回にも上る。あと一歩優勝に届かないという悔いが残るシーズンを過ごしている小祝だが、相変わらずの天然ぶりでファンの心をわしづかみにしている。第3位、シンジエ、1億3756万2277円。シンジエは1988年4月28日生まれの35歳で、 JLPGA ツアー通算28勝を誇るレジェンド間近のゴルファーだ。そんなシンジエの2023年シーズンの獲得賞金は1億3756万2277円で、国内賞金ランキングは3位。今シーズンは17戦に出場し、勝利数は2勝となっている。他のゴルファーに比べ出場数は少ないものの、しっかりと国内賞金ランキング3位につけているのはさすがの一言だ。17戦に出場し、予選落ちはたったの3回で、半数以上が10位以内に入賞している。そんなシンジエは韓国国籍のゴルファーだが、日本が大好きで、日本のラウンドが非常に気に入っているのだという。第2位、岩井明愛、1億5228万2011円。岩井明愛は2002年7月5日生まれの21歳で、妹の千里と共に Y ツインズと呼ばれている。そんな岩井の2023年シーズンの獲得賞金は1億5228万2011円で、国内賞金ランキングは2位。今シーズンは27戦に出場し、勝利数は3勝となっている。前半戦では思うようなプレーができておらず、賞金ランキングは上位に食い込んでいなかったが、9月の試合では2連続で優勝に輝き、賞金ランキング2位まで上り詰めている。今年もあと3ヶ月を切ったが、どこまで賞金額を伸ばせるかに期待がかかる。第1位、山下美夢有、1億5246万2357円。山下は2001年8月2日生まれの22歳で、今年の5月には史上初の4日間競技で2週連続の優勝に輝いた。そんな山下の2023年シーズンの獲得賞金は1億5246万2357円で、国内賞金ランキングは1位。今シーズンは24戦に出場し、勝利数は4勝となっている。22歳という若さで国内賞金ランキングは現在1位。昨年の年間獲得賞金ランキングも1位を獲得している山下だが、今後どこまで記録を伸ばしていくか期待がかかる。また2位の岩井が2連勝したことで、賞金額も18万円差まで追い詰めてきており、今後の戦いにも拍車がかかる。いかがでしたか？今年はルーキーの躍進が著しく、上位2名は2人とも20代前半。ランキング全体を見ても10人中7人が25歳以下と若手が躍進していますね。皆さんは誰が国内賞金女王になると予想しますか？コメント欄で教えてください。私は岩井明愛選手が追い上げて賞金女王に輝くと予想します。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画で。